皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。なんか三谷さんが今度、はい、大竹しのぶさんと一緒に朗読劇を、他の方もたくさん出られるんですけども、ね、広瀬さんとかもやりますし、黒木さんともやりますし、はい、黒木、え、あ、明瀬さんね、明瀬さんですね。いろんな黒木さんいらっしゃいますけど失礼しました。僕黒木かおるさんの、ひとみさんでしょ、いや、かおるさん、あの黒木のこと、あがんの方が、あの住んでらっしゃるところが、あのうちの稽古場のそばで昔の見に行ったことありますよ。あ、ここに黒木さん住んでるんだってそれじゃあずいぶん前の、だいぶ前ですよ、20年ぐらい前ですね。もう20年以上前ですけどね、はい、へえ。ごめんなさい、うん、今回はあの宮沢賢治さんの作品をみんなでこう朗読するんですけども、うん、あの好きですか、宮沢賢治は。宮沢賢治大好きです。本当に、うん、僕ね実は全然知らないんですよ。あ、本当、だからちょっとこれから勉強しなきゃいけないです。天才ですよこの人、うん、ちょっと例えばでも知ってる、宮沢賢治ってさ、うん、雨にも負けずが有名だから、うん、貧乏なのかなって思うじゃん。金持ちのいとこの子なんだよね、知ったら。そうなんだ。そうですよ、うん、いいとこの子なんですよね。あの写真でごまかされてますけどね。写真も結構いい感じじゃないっけ。いやなんかちょっと、あ、まるでちょっと素朴なね、うん、そうだっけ。ここにあのね、うん、あのネットで検索してみたら英傑の朝っていうのがあるんですけども、これは やりそう。わかんない、まだちょっとよくわかんないですけど、どんなやつですか。でもね、難しいのはケフのうちにって書いてあるわけ。今日のうちのこと、うん、ケフのうちに、はい、パッと読める、あなた。もちろん読めますよ、それは。東北へ行ってしまうって書いてあるんだけど大丈夫。遠くへ行ってしまう、私の妹よ、私の妹よ、みぞれが降って、みぞれが降って、雨じゅうとてちでけんじや、ん、雨ゆじゅうとてちでけんじや、もうわかんないでしょ。わかります。何どういうこれはすごいな。いや、これはね、雨じゅう、お前が口にすんな、これはものすごいんだけどこれとね、あの百万回生きた猫ね、谷川俊太郎さんの元嫁が書かれた、うん、元嫁、うん、大ベストセラーがあるんですけども、うん、それは本当立ち読みしててもいつでも泣ける。買ってあげてくださいよ。サンドイコ持ってるんですよ。持ってるんだけど、うん、ちょっと泣きたいなって時に本屋行ってパタッて広げると泣けるんですよ。そうなんですよ。僕にとってのアンジュールみたいなやつですね。アンジュールって何それ。アンジュールってね、昼間って意味だよね。 あ、そうなの。フランス語でね、あの犬の絵本があるんですけども、あの捨て犬の絵本があって、もうそれ見るともう泣きたい時はそれ開けば、そういうのっていいですよね。ちょっと泣きたい時ね、これですっきりなるみたいな。泣きたいなと思って。立ち読み、おすすめの立ち読みコーナー。それで話戻りますけど、はい、朗読ってすっごい難しいんですよ。そうなのかな。そういうと。私だからやったことないので、朗読なんて簡単じゃんって心の中でね、本当に思ってるんだけど。うん、まあ覚えなくていいってのはありますけどね。そうそうそう。野沢直子さんが言ってたけど、結構大変だって言ってましたね。大変なんですよ。どこが大変なの？具体的に。逆にあのお客さんで。見てるとですね、うん、やっぱり覚えたセリフをその俳優さんが舞台の上で喋る方が見やすいんですよね。なんかこうそこには緊張感があるから、うん、朗読ってどっかちょっとこうなんていうんだろう、うん、客観的になっちゃうから、そこで人を感動させるっていうのってね、うん、とはいえものすごい感情込めて言っても、うん、逆に引いちゃうじゃないですか。前にあのラブレターズっていう、うん、何回もやってるよね。よっぽどいいんだろうね。僕もやりましたけど、うん、いろんな人が同じ台本やるんだけども、うん、その名前ちょっと挙げられないですけども、その中でやっぱり、本当は座ってね、朗読だから座ってやんなきゃいけないってルールがあるんだけど、うん、つい感情入っちゃって立ち上がっちゃった人がいて、で動き回ったりとか、もうなんか芝居になっちゃった人がいて、そしたらもう演出家が、うん、あの客席で見てらっしゃるんですけど、うんうん、怒ってバーって立ち上がってね帰っちゃったりとかも。朗読劇をバカにすんなと芝居と一緒にすんなってことか。まあそういうことじゃないですか。すごい変わったプライドですね。何なんていうのかしら。いやでもそれぐらいだから座って読んでちゃんとって、うん、難しいんですよ朗読劇っていうのはね。例えば片手くらいはいいよね。何を言ってるんだってこうなるときあるじゃん。あの身振り手振りでしょ、あの証券さんみたいに。いや、ダメだと思う。ダメだと思いますよ。平井堅さんみたいな感じでしょ。ダメなのあれも。ダメじゃないかな。へえ、人とようさんみたいな感じっていうかね。ダメダメ。あの靴も脱いじゃダメですよ絶対。裸足もダメなの？ダメダメダメ。じゃあ着裸ぐらい上半身ぐらいで。途中で。意味がわからない。感情。別な意味でダメですよ。あ、そうですか。
だからあれもダメなんですよ。こう例えば靴脱いで、うん、椅子の上にこう上がっちゃうとかね、うん、そうなんだ。もう本当にだからこう言葉以外のものを一切排除してやらなきゃいけない、うん、じゃあ朗読劇は基本的にお客さんは目つむってていいんだよね。ラジオの、うん、生を聞きに来てるみたいな感じ、うん、いいんじゃないですか、ね、コンサートみたいなものかもしれないですね。コンサートみたいな、うんうん、意外とあれだね、それが CD になったりとかしないんだね。なっても良さそうだよね、ラブレターズ。まあそうですね、あ、なんかならない理由があるのかもしれないですね。芝居だからだよってなるから多分その人が三谷君ラジオと違うからだよっていうふうに多分思ってると思いますよ。いやだからCD にしないじゃないですか、ね、そのうん、まあ、そうかもしれないですね。そういう理由があるんだろうね、うん、なんかちょっとやってますか。読んでくださいよ。じゃあ私が大竹しのぶさんになりきって、はい、で一行ずつ読むんでしょ。どうなのかな、そんなに煩わしいことなのかな、そんななんかシュプレヒコールみたいな感じ。まず三谷さん、相手が大竹しのぶさんだからって、うん、自信を喪失しちゃダメだよ。気負けからまずね失敗が生まれるから。確かにそうですね。ね、ちょっと飲み込まれるんですよあの人、うん、雨にも負けず悲しいいやまず順番どっちにしますかって聞かないとダメでしょ大竹さんに。あ、じゃあこの続きはまた明日。頑張ります。 Wow, never knew dramatic reading was that difficult. It always seems so calm and simple on TV. Well, we wish Mr. Mitani the best of luck on May 20th when he tries his skills at Rodoku Geki with Otake Shinobu. If you'd like to attend, check out the Setagaya Public Theater's adverts. And talking about reading, it's time to put that...